はい、皆さんこんばんは。金八教授による斎藤ひとりさんについての研究報告です。今回は思考は現実化するというお話になります。どうぞよろしくお願いいたします。斎藤先生は、斎藤先生は人間は3つのものを持っているとこうおっしゃってるんですね。1つ目は何かっていうと命、そして2つ目は考え方、これはあなたの心のことを言ってるんですね。そして3つ目は肉体なんですね。で、この3つがいろいろな関わり方になっていて、これがどんなふうな関係性になっているかっていうと、斎藤先生はこうおっしゃってるんですね。まず1つ目の命っていうのは神様からいただいたものだ。これはどういうことかっていうと、どんなに自分がですね頑張ってみてもですね、自分の命というものを自分で作り出すことはできないわけですね。したがって、この命っていうのは神様からいただいたものなんだと。そして大事なのが、その神様からいただいた、大切なその命というものをあなたの考え方、つまり創造主はあなたなんですね。このあなたの考え方で、実は今のあなたがある。この肉体っていうのは今のあなたの状態を指してるわけですね。ということは、あなたの今の状態というのが、いいものであるならば、あるいは悪いものであるならば、それは自分の考え方がそうしたのだということなんですね。ということは、これを、うまく使えばですね、こういうことができるわけですね。心が自分を成功者だと思わないと決して成功者にはなれないということを、斎藤先生はおっしゃっています。さあ、そしてこういうこともおっしゃってるんですね。この星は行動の星なんだ。これはどういうことなのかというと、この星というのは行動をする星なので、行動さえすれば成功するか、あるいは大成功するかのいずれしかないとおっしゃってるんですね。ってことは、つまりですね、失敗するってことは、行動した人が失敗するってことは決してないんだってことをおっしゃってるんですね。そして、こうもおっしゃってるんですね。成功っていうのは、昨日の自分と比べて半歩でも、あるいは一歩でも前に進めたのならば、それは成功したのだと。ちょっとしたことでも前に進めたのならば、それは成功したことなんだというふうに言っていらっしゃるわけですね。そして行動した結果が、もし失敗であっても、その失敗というのをどこをどう間違えたのか、つまり失敗したということに気づいたのなら、それはやっぱり成功したということなんですね。失敗をしたことに気づいたということが、あなたの成功の一つだということをおっしゃってるわけですね。さあ、そして先生は、こういうことをおっしゃってるんですね。まず人と比べること、これが非常に愚かしいことなのだ。すごいことができるっていう他人と比べてですね、自分はダメだって、マイナスの想像をする人がいるわけですね。そうすると、本当にそのマイナスの想像が、あなた自身をダメにしてしまうということをおっしゃっているわけですね。ということはどういうことなのかっていうと、こういうことなんですね。想像したことが起こる、現実化する。悪い想像した人には悪いことが次々と起こってしまう、ということなんですね。そして逆にこれを、逆手に取ればいいってことになるわけですよね。ってことは、いい想像をした人には次々といいことが連鎖して起こってくる、こういうことをおっしゃっているわけですね。そしてこういうことをやらないとわからない、すなわち行動してみないと絶対にこの行動した人にはしかわからないことがあるんだと。行動した人っていうのは、ちょっとでも行動した人にはわかることがあるんだってことなんですね。わからないと、ちょっとでもわかる、失礼しました。わからないっていうことと、ちょっとでもわかるっていうものは全
く大きな差が生まれてしまうということなんですね。つまり、この行動した人っていうのには、成功を呼び寄せる確率が、大変大きくなってくるのだということを斉藤先生はおっしゃっています。さあ、今日のおさらいをしてみましょう。他人と比べても全く意味はない。そして小さなことに成功を感じることこそ、そうすれば成功、成功、成功、大成功の連鎖が待っているんですよということでした。はい、今日は思考は現実化するというお話でした。またまたの機会にお会いしましょう。それではまた、おやすみなさい。